このぐらいはどうでしょう。明るさ調整。画質悪いわけじゃない。ならよかった。ね、一瞬白黒になったね。こんばんは。10時です。よいよいよい。今日ね、もう目がパンパンなんだ。実はもう目がパンパン。目がパンパン、パンパンパンだ。お疲れ様、こんばんは。メール後で読むね。ありがとうございます。長い長いメールを送ったので、時間があるときに読んでくださると嬉しいです。あ、もう返信してくださった皆さんも嬉しい、ありがとうございます。あ、でも案外晴れてない。晴れるなら明日かな。そうですね。まあ、目は大丈夫。晴れてるようには見えない。なんかまあ、なんだろう、まあ、嬉しいこともあったけど、同時に悲しいことも起きるんだなと思って、ちょっとね、悲しい出来事に少し引っ張られて、なんかすごく あれなんですけど、でもまあ、私は元気だし、これからも頑張っていこうっていう気持ちは変わりなくあって、私もね、選抜4回目を経験すると気持ちも少しは強くなりました。応援してくださる皆さんがただただ幸せで楽しく過ごしてくれればと思ってますし、私もそんな弱くないので、頑張ります。このコーンシングルもね、ちょっとイベントが早速決まりました。今回も、はい、ありがとう。自分に自信を持って今シングルも頑張ります。
に直接会えますね。楽しみ。なんて書こう。待って、テロップなんて書こうかな。手紙シングル。手紙シングルよろしく。味気ないかな。こんばんは。手紙シングル。なんてここ。そうなんですよね。感謝枠がなくなったんですよね。リアルツーショットがみんなと撮れることになりました。緊張だね。ジムミシングル。お話し会ってか、お話し会待ってます。お話し会待ってますがいいかな。でもツーショットもあるしな。待ってます、待ってます。オンライン苦手なので現地行きます。おお。まあいろんなタイプがいるよね。こんばんは。さっきお話し会申し込んだ。ありがとう、嬉しい。ね、リアルがね増えたよね。ちょっと楽しみ。ね、何が告知されたっけ。ST48 全メンバーが参加オンライン個別お話し会、オンライン個別お話し会が開催されるんですけど、今回さ感謝枠っていうのがなくて、なのでオンラインサイン会とオンラインツーショット会がなくなったんだよね。でその代わりに、今回直接会ってお話しできる個別お話し会、直接お話し会がの日程が増えて、そこでツーショット写真会が実施されるっていうことで、でしかもなんか福岡は三大賞三大賞って、サイン楽しみだったから残念。そうだよね、サインが好き、サイン、私のサインが好きだった、サインのメッセージとか好きだった方はちょっとまあ残念な話なんですけれども、まあ今回からリアルツーショットをリアルツーショットをね撮れるということで、皆さんぜひ来てください。なんで福岡会場3対象なんだろう。福岡会場か。
12月10日、まあ12月だからっていうのあるでしょうね。誕生日直後だね。これみんなからさ、これ私日程見た瞬間に思ったけどさ、12月10日をさ、これみんなからお祝いされるやつだと思ってるけどその通りでいいでしょうか。福岡も地元みたいなものです。ありがとう。あと今回も富士フイルムさんの、パネルがね、メンバー個別写真パネルの発売が決まりました。そうなんですよ。私は選抜に選んでいただいたので2種類ありまして、1種類目が浴衣を着た時の写真がパネルになるんですね。なんか難しいねこれ。なんかどう見たらいいんだろう。未だになれない オンライン話し会、直接お話し会、ツーショット写真会、パネル付き、ああはいはい、あそういうことか。でこのあれだよね、そのパネルが2種類あるんですよね。私そう今回の10枚目シングルのパネルと、もう一つ浴衣のやつなんですけど、で浴衣のねパネルのねサンプル写真をねもらったんです。保存してなかったっけ。はい、見たいですか発光してる。白いどうやったら白くなくなるのか。画面暗くする真っ暗。
はい、これがパネルになるらしいんですよ。なんかこのもらった画像でもめっちゃ高画質なんですね。これがなんかもっとなんかすごい高画質でパネルに出来上がったら、なんか私がすぐ近くにいるような感じになります。あ、それがこれが欲しいか欲しくないかは皆さん次第なんですけど、はい、というわけでですね、これともう一つ、選抜メンバー映画ら16種類をね販売する予定だそうです。はい、というわけで本来話し会申し込み、オンライン個別お話し会タイプ、直接会ってお話ができるタイプ、ツーショットリアルツーショットタイプ、パネルタイプ、それから生写真付きのものと5種類あるそうなので、よろしくお願いします。こんばんは。これ申し込み、あ、もう始まってるの？9月7日、あ、皆さん私これ明日からだと思ってた。9月7日って今日ですね、18時から始まってます、申し込みが。まで、私明日からだと思ってた。今日から始まってました。ちょっとボケ具合半端ない。始まってます、9月7日木曜日18時から始まってます。はい、申し込みありがとう、ありがとうございます、嬉しい。ね、何になるんだろうね、表題楽曲ね。一時申し込みがですね、下の13時明日の13時までとなってるそうなので、皆さん一時申し込み明日13時からよろしくお願、からじゃないまでよろしくお願いします。はい、これなんか初回だけなんかあったよね、制限。初回がですね、あ、今日の夕方から一時受付始まってるんですけど、これの申し込みは1週あたり1点10種類までとなってますので、10種類もあるの、あ、そういうことか。一時は1枠1枚しか申し込めないということですね。はい、ということです。これはいつも通りですね。そういうことです。
話し会とツーショットそれぞれで申し込み10枚まで、うん、そういうことか。で、二次受付からが1週あたり5点になってきます。ひとまず5次受付までですね。そういうことになります。そういうこと。今回なんかあの時間のさ、時間割がさ10時から11時半って1時間半になるんですね。90分、1時間あたり90分になったんですね。申し込んだよ、ありがとう。90分長いね。大学の授業コマ確かに。本当にそう。そういうことか。オンラインはそうですね、私1時間目からばっかりですね。でもあれもそうですよ、あのリアルもそうだよ。リアルも1時間目からばっかり。ツーショットって現地でできる、あ、そういうこと。ん？なんか現地で写真撮るってこと。ね、みんな早起きしないと。みんな早起きしてもろて。皆さんのスマホで。撮るってことですよね。ツーショット書いてスマホを渡して、そうですよね。ツーショットはあれですよ、スタッフさんにお渡しして、それを、まあ、スマホでイエーイってやつですツーショット写真会では係員がお客様の携帯電話またはスマートフォンを預かりし写真撮影を行いますとのことです。はい、そのスタイルです。なんで私の携帯で撮るんですか？どうやってみんなに渡すんですか
別に私もいいよ、私のカメラでこうやって撮るの全然いいけど、でもみんながさお金を払ってくれてさ写真撮ってるのに私のアルバムの中だけで終わっちゃうよ、そんな私の携帯で撮ってエアドロで、私のエアドロがバレるじゃん、そんなの私のエアドロの名前がそれはそれでじゃないのそれはそれでじゃないです。なんでなんでえー、変な名前じゃないよ、普通の普通の名前です。まあ本名じゃないよもちろん本名ではございません。まあ予定を言いますね。10月21日土曜日幕張メッセ、こちらは1時間目3時間目5時間目となっています。え？あ、そうで、ツーショット会がその間に入ってくるんです。ツーショットが4時間目ですね。ツーショット4時間目です。幕張メッセって千葉？幕張の手前に夢の国ちょっとお話し会に参加できなかったら夢の国に寄ってるって思ってください11月4日が土曜日がオンライン、これが 1,2,3,4 時間あります。で11月23日日曜木曜もオンラインです。1,2,3,4 時間で、12月10日の日曜日がマリンメッセ福岡で、これはねサンタの服を着ますね。 1,3,5 時間目です。でツーショットが4時間目。ここはやっぱりサンタ衣装を着るっていうのもそうだし、私の誕生日の3日後なのでもう人気なんじゃないかなと思いますよ。ここはおー、そうですね、これはちょっと皆さん殺到ですね大混乱、大混乱の大殺到ですよ。もう数人並んでる。早すぎない？ 11
12月10日よ。はい、そんな感じですね。で、そんな感じって、そんな感じっていうか、まあ12月10日日曜日のマリンメッセ福岡はぜひたくさんの方に来ていただきたいなと思っております。待ってます。で、次12月16日土曜日はオンラインお話し会、これは1から4時間1から4時間あります。で、12月、これなんて書いてある、私、あ、12月16日、そうで、1月13、14もオンライン、これ1から4 4時間あって、で1月年明けオンライン2回あったら、1月20日はインテックス大阪で直接お話し会がある。これも4時間目にツーショットです。そう私シングルが決まったら毎回こうやってまず書き写してます。こういうことをよくします。で、2月4日の日曜が USJ には行きません。行きたいけど、2月4日日曜日がオンラインですね。これも1から4時間あります。で、ちょっとこれは間違えました。これちょっと間違えました、見ないでください。で、2月18日日曜日もオンラインです。これも1から4時間あります。で、2月24、25は広島ですね。広島で リアルがあって、この日はツーショット何時間目だろう、2月4時間目か。どっちも4時間目ですね。4時間目がツーショット会です、この日で。3月3日は、あ、3月3日ってあれなんですよ、女子校の卒業式はひな祭りにやるらしいです。まあそれはどうでもよくて、3月3日はオンライン話し会が1から4時間あって、3月20日は、幕張メッセでまたリアルお話し会あって、で最後3月23日すごっ長いね、オンラインが1から4時間目あります。そう、私のね友達が女子校だったんですけど、ひな祭りに卒業式あげてました。
3月まであります。10月から始まり3月で終わる。10、11、12、1、2、3、半年やばい。秋冬春よろしくお願いします。やばい、生きてるかな春無事生きてるかな、まあ、みんなと、まあね、春無事生きていることを半年後に誓いましょう。生きればみんな生きていましょう。10、11、12、1、2、3、よろしくね。10月はでも言うて10月は1回だけだね。11月が2回、4日と23日。字がかわいい。私自分の字あんまり好きじゃない。で12月が10、16、1月が13、14、20、で2月が4、18、24、20。あ、2月多いね。4、18、24、25。3月が3、20、23、20日、20日、23、はい、こんな割合です。合ってる？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。こんばんは。ねえ、何をしよっか半年間半年。半年あるね。こんばんは。
まあ、ひとまずおすすめは12月14日、あ、間違えた、12月10日ということでさせていただきます。12月10日はサンタの格好します。感じです。トナカイの格好なんでもいいよ、みんなサンタに合わせて。でも予想しとくね、トナカイ、ツリー、雪だるま、あとは同じサンタ。コスプレするならそれじゃないそれ以外でも面白いけどねフフフ、洗濯肢減らしていくそうだよ、洗濯肢をわざと減らしてみんなが面白い格好をするのを促してる。でもリアルはやっぱり売り切れが出ると嬉しいなと思います。やっぱ直接会える回数が増えたっていうのと、まあ、まだ握手会には踏み切れなかったんだなって思うんですけど、やっぱ直接会える回数が今回増えたっていうのは純粋に喜ばしいことですし、あとね、リアルでツーショット撮れるっていうのは、いうイベントが増えたのもね、嬉しいことなので、皆さんとはこの機会、なんかどんどんね、コロナ明けしていろいろね、できることが増えていってるのを皆さんとなんか一緒にこの解除してる感じを楽しめているのか嬉しいです。よかったら会いに来てください。よろしくお願いします。しかもなんかスピーカーなくなったよね。スピーカーがなくなったからしやすいと思います。10月21、11月4日、23、12月10日、16、すごいな、半年間何着ようかちょっと考えるね。考えるよ。こんばんは。もう話すの緊張早すぎ。もう話すの緊張してる。ちょっと恥ずかしすぎてハードル高い。ハードル、確かにね、高いよね。なんかかぶり物して。かぶり物とかどうですかなんか私この間さ、あのハリーポッターのスタジオツアー行った時にさ、ドビーのかぶり物してた人がいたんですよ。
なんか全然なんだろう、かぶり物してたらさ顔見られないから無敵だなって思って 恥ずかしいこともない、恥ずかしがることもないんだなって思って、なんか仮面してたら それダメなんかな、仮面とかダメなんかな、それはいかんか。でも確かに分かるよ気持ちは、なんか戸惑うよね、ハードル高いって思うよねツーショット。確かに、なんかどういうポーズしたんやろうってなるよね。でも大丈夫、私もね多分結構どうするみたいな感じだと思うから。ハート作る？ハート、あ、星作ってみる？とか、いろいろ私も提案するから。星、あ、なんか ピース合わせたらひし形になるねとかって、きっと楽しいと思うので、皆さんぜひ来てください。何でも楽しいよ きっと、はい。そうだよ、ハート作ろうって言って、三角形になっちゃったね三角形になっちゃった、二等辺三角形ができたよみたいな、何でも楽しいと思います、はい。お待ちしてます、通称とか。ハートはね定番だからね、なんか、ね、違う形を作るのはありですよね。だって昨日いただいたタワーのお礼を忘れないうちにしておきます。ちょっと待ってくださいね。最初かこうなることが決まってたみたいに、あれ出てこん、昨日は8時半から
あ、間違えた、8時半じゃない昨日8時半からやってないわ、配信そんな時間からやってないわ。あ、あった。パパのお願いします。今からタワーのお礼をします。はい、おみかんさん、じゃーん。みかんさん、タワー昨日はありがとうございました。選抜入りできて本当に嬉しいです。お祝いタワーありがとうございました。ありがとう。今おらんかな。あ、おったありがとう、いつもお祝いしてくれる、嬉しい、ありがとうございます。これからも頑張ります。頑張ります。そう、続いて何かさ、あのショールーム星投げなくなるみたいなこと聞いたんだけど、みんな知ってる？星投げ制度。あ、知ってた？
でなくなるんだろうね星投げ。でもイベントとかがなく、そのなんか星投げ制度がなくなったらすごい変わるよね。イベントが今後あるってなった時にタイムテーブルがなんか星投げのことを考えなくていいってなったらかなりシンプルになるよね。ガントチャットさん、タワーでお祝い、昨日はありがとう。イエーイ。なんかすごいめっちゃ派手なフレームでお祝いしてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。パチパチパチ。これからも応援よろしくお願いします。あ、10枚目選抜おめでとうございます。ありがとうございます頑張ります。みんなに恩返しができるように。やっぱ9枚目でも本当にたくさん応援をいただいたので、10枚目ではその恩返しができるようにと、皆さんを楽しませられるように、私も健康とかに気をつけながら頑張ります。よろしく。次が白ふくろうさん。はい、じゃん、白
白袋さん、タワーありがとう。いつも応援してくれて感謝です。ありがとうございます。ありがとう。最後に必ず直接会いに行くから待っててください。はい待っております。ありがとうございます。ありがとう。続いて、アンニョンさん、待って、アンニョンさんは韓国の方なので韓国語で書きます。アンニョンさん、タワーありがとう。読み方合ってるんでしょうか。モンサチョンへそ항상응원해주셔서감사합니다。モンサチョンへ、モンサチョンへ항상응원해주셔서。モンサチョネハンサンウォネ住所ソーカムサムニダ。
モンゴセソ。オッケー。はい、モンゴセソ。ハンさんはもう分からん、もう分からん。ハンサムを運をね、住所そう、ハンサムにだ。もう分からん。うん、ありがとう。はい、次。はい、次書きます。キノコのカッパパさん、ドドさんっていう方いた会社で働いてた時に、なんかドドさんっていう、なんかちょっと面白い人おった。はい、キノコのカパパさん、タワーありがとう。今作でもたくさん楽しみましょう。レッツゴー、カモンカモン。 Thank you。 ジュマミシングルたくさん楽しい思い出作りましょう。作ろうね。はい。
いつもありがとう、きのこのかパパさん。9枚目の時にめっちゃ会いに来てくれたよね。うん、感謝して、感謝でしかない。ありがとう。なんか、次、ケイチさん、でいいのかな。ケイチさんですね。お疲れ様です。今作でもできる限りで頑張ります。ありがとう。嬉しい。はい、ケイチさん、タワーありがとう。やっぱり大事な時に必ず駆けつけてくれるというか、応援してくれるなって思います。ケイチさんありがとう。サンキュー、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 マート、サンキュー、ありがとうを手伝えたくて、あなたは見つめるけど、次がウミガメさん。つながれた右手は、タワーありがとう。ウミガメさん、タワーありがとう。ウミガメさんは海の中でウミガメと泳いだことはありますか？
というね、あの質問を、寄せられているわけなんですけれども、この質問に答えてくださると嬉しいです。うやめさん、タワーありがとうございます。パチ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 。ありがとう。そして次が、藤正さんですね。はい、はい、ありがとうございます。あ、決して違いますよ、違います、違います。ちょっとね、皆さんに対する感謝の気持ちはあるんですけれども、ちょっとね、遊びたくなってきました。次が、真っ青なのでオレンジにしよう。はい、くじますさん、タワーありがとう。今作も、マスさんに会えるのがとっても楽しみです。とっても嬉しみです。ありがとうございます。ありがとう。アイコジが一番可愛いよ。やったー、ありがとうございます。ありがとう。そして最後が、カタカナのタカさんですね。カタカナのタカさん、タマリバトップ、ですね、ということなので、はい、カタカナのタカさん、タワーありがとう。たくさんと10枚目もいろんな思い出を作りたいと思ってます。ありがとう、ありがとう。
とうございます。イエーイ、4作連続選抜入りおめでとう。10枚目の活動も楽しんでね。楽しみます、ありがとう。というわけでタワーのお礼は以上になります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 名の皆さんありがとうございます。タワーでもそれ以外にも今作もおめでとうって言ってくれたみんな本当にありがとう。こうやってタワーのお礼をするのが時間かけてるけど、全然そのタワーを投げた人だけとかコメントをくれた人だけとかは本当に思ってなくて、みんないろんなところで私のことを応援してくれてたり思ってくれてたりだと思ってるので、本当に私は皆さんのおかげで自信を持って活動できてます、ありがとうございます。届いてます、皆さんからの声援や思いは形に残るものだけじゃないです。4回目ですね、選抜。何、どんなコーディネートにしようかな。お話し会。この色、顔が映える。この色いいね。なんか決めてる。何もまだ決めてない、どんなのにするかとか。でも今回は本当にみんなに、今回もみんなにたくさん会いに来てほしいな。
来れるだけ来てください。もう私はそれだけ言っておきます。来れるだけ来てください。あとはそうだな、いろいろあくびしてないよ、あくびしてない、本当にあくびしてない、本当に神に誓ってあくびしてない、ガチで。あとはなんか服装とかいろいろ今後考えるので楽しみにしていてください。10月の幕張は何着ようかな。10月の幕張は何着たらいいかな。全日程3対象それはやばいね、それはさすがにやばい。初日は私服着れると思います。はい、あ、確かにハロウィンが近い。待って、ハロウィンが違うことを忘れていた。うわー、ということは仮装？そうか、今年の仮装じゃない、仮装何にしよう。仮装は何になろうかな、何がいいかな。ハリーポッターのコスプレやっていいならするけど、ハロウィンコスプレで調べるね。ハロウィンコスプレ、わあ、めっちゃ可愛い人見つけた。でもなんか定番のやつやりたいかも。定番のコスプレ。あ、これめっちゃ可愛い。これにしよっかな。見つかったかも。
迷うな。どうしようかな。でも私結構ね定番のやつをね今まで残してきたから、このお話し会は結構コスプレするならもう定番のものをねやっていきたいなって思ってる。うん、いい、かわいい、かわいいけど切れるかな、それだけがちょっと怖い。まあでもこれはすごいかわいいし、これにしよう。え、早速頼もうかな。いや、ちょっとまだ迷よ。まだ迷よです。こんばんは。じゃあちょっとね、いろいろ考えますね。今日明日かけて考えます。というわけで配信はこの辺で終わりたいと思います。ランキング読むね。13位ズーミンさん、12位ヘリアンさん、11位ソリオさん、10位キヨさん、9位アンニョンさん、8位ウミガメさん、7位ダースーさん、6位ウリンちゃん、5位ジャボテンさん、4位クジマスさん、3位シロフクロウさん、2位カタカナのタカさん、そして1位はガントチャットさん。ありがとうございます。短く配信終わるつもりでしたが長くやってしまいました。ありがとうございます。何言おうかな。お話し会待ってます。一時受付明日までです。おすすめは12月の10日のリアルお話し会です。いろいろ気持ちは落ち着きました。明日からまた頑張りたいと思います。よろしくお願いします。他にも、日にちありますので、また綺麗にまとめます。待ってます。ありがとうございます。はい、バイバーイ、おやすみー。